はい。お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話なんですけど、ある人気のね、ガンプラが発売日延期になったんですけど、アマゾンでね、無在庫転売をしてる転売屋たちの、えも、ー、うそれへの対応っていうのがあまりにもずさんすぎて、もしかしたら詐欺に問われるんじゃないかっていうことですごくネット上では話題になってるんですよね。しかもそれに加えてですね、今回の発売延期っていうのが、もしかしたらバンダイの転売対策、 で、転、えー、売屋たちをね、罠にはめてやろうとしてるんじゃないのかっていうことも言われてるんでね、今回それについてね、お話をしていこうかなと思います。元水のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでね、今回、えー、ターゲットになってる転、えー、売のね、そのガンプラが、ゴッドガンダムっていうものになるんですけど、こっちだね、えー、RG のゴッドガンダム、むちゃくちゃ、えー、いろんな稼働をね、したりだとか、人気のね、ガンダムになるわけなんですよ。みんな注目してるんですよね。 ただ、12月にね、えー、予約販売が、えー、スタートしてですね予約がスタートしたんですよね。その時にあのー、もしかしたら爆死の子なんじゃないかっていうことでね元光動画を上げたりしたんですけど、まあ、その時の話もねちょっと踏まえながら、えー、この後進めていこうかなと思います。 このガンプラゴッドガンダムなんですけど定価が3850円となってるわけなんですよねで発売日2022年の8月って今はなってるんですけどそれがもうちょっと前だったんですよでちょっとこちらのねツイートを見ていこうと思うんですけどねえゴッドガンダムって定価3850円だよねなんで8000円で売ってるのかなーっていうことで今ねもうアマゾンでは無在庫転売状態で8000円で売ってたりするんですよ3850円のものがねしかも二次生産分も7000円近くで 売ってるのはななんでかなおかしいよね、おかしい、転売、高額転売おかしいだろーって言って、それと発売延期になったの知ってるのかなっていうことでね、このガンダム発売延期になってるものなんですよね、この間発表されたんですけど、ま、ちょっと一旦こちらリツイートといいねさせていただきますね。あ、元光ね、ツイッターもやってるんで、もしよかったらフォローもしていただけると嬉しいんで、よろしくお願いします。まこんな感じで、えー、っとね、バンダイホビーサイトから、えー、お知らせがあったんですよ。RG ゴッドガンダム発売月変更のお知らせ。いつも弊社商品なら 度にサービスをごご利用いいただきままして誠にありがとうございます2022年6月発売で掲載しておりました下季消費の初版の都合により発売月の変更させていただきますということでこちら RG のゴッドガンでもね6月から8月に発売を変更するよっていう話になったわけですよ。 ただですね、Amazon で今、転売屋たちはね、無在庫転売をしてるわけなんですけど、今、えー、表に出てる、まあ、一番にトップに出てくる、このね、えー、無在庫転売屋の商品に関しては、この商品の発売予定日は2022年の6月30日です。ということでね、本来元々の発売日から変わってないですよ。 だから、あのー、全然、ね、情報が更新されてないわけです。で、他にもね、もちろん転売屋たちいっぱいいるんで、こんな感じで見てみるとですね、結構いろんな人がね、まだまだ発売日を変更してない感じになるんですよ。うん、だから、ここら辺でもしね、7月12日にお届けするよっていうね、商品とかもあるわけなんですけど、これ買って届かなかったら、もう詐欺なんじゃねえのかよっていう話にもなりかねないですよね。 もちろん、こんなずさんな状況に関して、やっぱりね、ネットでは話題になって、こんなね、ツイートとかもあるんですよ。あらら、RG ゴッドガンダム発売8月に延期ですか。アマゾンでは、いまだに7月発送倍の値段でキャンセル化になってますよ。これは無在庫転売屋を抹殺するためのバンダイの作戦ですからっていうことでもしかしたらバンダイのね、この発売延期っていうのは、無在庫転売屋のね、まあ、発送日時を狂わせる。まあ、そういうトラブルを起こさせるための作戦なんじゃないのかっていう。 いうふうに言われてるんですよね必ず7月に発送しろよ無在庫転売ヤどうっていうことで、いまだにいろんなところ、まあ、さっきも見ましたけど、こんな感じでいろんな、えー、無在庫転売ヤーたちがですね、えー、全然、あのー、変更してないんですよ。8月発売っていうのに7月に届くよっていうふうに言ってるようなことをね、いろんなところが言ってる、半分ぐらいそうなんじゃないのかな、うん、で、えーまあ、実際に、ね、ここら辺とか、えー、この商品は2022年4月24日以降は予約注文をキャンセルすることができませんということで、ね キャンセルすることできないんだよ、だから4月24日以降もこのまんまの状態だったら、もしかしたら、ね、もうこれキャンセル不可能という話になったら、もうこれ詐欺に問われてもおか,しいんじゃおかしくないんじゃないかっていうふうに、ね、言われてるんですよね。だってあの7月に届くって言ったから買ったのにって、うん、予約注文はキャンセルすることできないからね、でこちらもリツイートといいね、させていただきますね、もしかしたらそんな可能性もあるんじゃないかって言われてるんですけど。 で、それ以外にも、実は意味があるんじゃないのか今回の発売延期に関してはっていうようなね、ことが話題になってるんですけど、元光がね、先ほどもお話した通り、12月にこんな感じでね、動画上げてたんですけど、その時の内容というのがね、無在庫転売ヤーがすごい湧いてたんですけど、ただバンダイが、えー、生産をね、えー、めちゃめちゃ増やすよって言ったことによって、あのまだ無在庫状態なのに値崩れが始まってたよっていうようなお話だったんですよね。まあ、それがざっくりこんな感じなんですけどね、えー RG ゴッドガンダムは3800円です。転売屋の人たちは滅びてくださいということで、一番最初、もう予約がスタートしてすぐにの時はですねあの1 6800円とか無在庫転売で、えー、売られてたわけですよ。3800円がですよ。むちゃくちゃ高い状態で売られてたわけなんですけど、それがですねこれがこのねツイートが話題になって一気に値崩れしたんですよ。模型屋さんのツイートなんですけど、バンダイスピリッツさんの4月から6月までの発注書来ました。話題の RG ゴッドガンダム に関してはすでに7月での連続発売が決まってますので慌てずに対応お願いいたします6月まで発注賞なのにゴッドガンダムのみ7月分までありますバンダイは本気ですということでね、えー、バンダイさんはいっぱい生産して、えー、世に、えー、ゴッドガンダム人気だから出すよっていう心構えでいるよっていうことをねこのモキヤさんがツイートしてくれたんですよね、まあ、それのおかげもあってあの一気に根崩れしちゃうんですよ、まあ、実際にねアマゾンのこちらの方でもある通り、まあ、二次受注用 っていうのがね分けられてる通りね、まあ、この2次受注用っていうのはこれもまた全部あの発売日から延期するような形になるとは思うんですけどうん。 まあこのこと、えー、バンダイさんが、えー、いっぱいこのね、えー、ゴッドガンダムを生産して世の中に出荷しますよっていう意思が伝わった結果ですね、もう12月の無在庫転売の時点で、もう一気に値が下がったんですさっき1万6000円って書いてましたけど、えー、7800円とかまで下がってたわけです。まあ、現在で言うと、まあ、8000円っていうものがあったりするんですけど、実際さっきのね、この出品のいろいろ見てるとですね、もうだいぶ下がってる状態なんですよ。 無在庫転売もね。うん、これとか、まあ、7月。まあ、ちょっと、あのー、この順番っていうのが、あのー、なんだろう。 発売日とかぐちゃぐちゃになってるせいで見づらい状況にはなってるんですけど安いものだと7050円とか、まあ、これ送料別なんで7500円ぐらいにはなるんですけどどんどんね、えー、ちょっと下がっていってるような状態になるわけですよ要するに生産数が多いなって見込まれるようになればなるほど無在庫転売屋たちの値っていうのは値段っていうのね相場は下がっていくわけなんですけど、まあ、こんな感じで、えー、ツイートしてくれてる人いました、えー、RG ゴッドガンダム8月発売に 延期か。まあヨドバシで予約してるから慌てることもないですけど転売ヤーが爆死するくらい生産されたらいいなというかこの頃には全体的に在庫が落ち着いててほしいということで転売屋が爆死するくらい生産してくれたらいいなということでこの2ヶ月に、まあ、もちろん工場は動くわけであってもしかしたら、えー、今その生産が遅れてるのかもしれないですけどあのー。 この2ヶ月によってね、転売が爆死するぐらい、プラスアルファで生産される可能性ってあるんじゃないかっていう風にね、言われてる意見がね、いっぱいあったんですよねね、まあ、こっちはちょととリツイートといいい、ね、させていただきますね。 ということになれば、このアマゾンでね、今、無在庫転売をしているやつらからしたら、めちゃめちゃビビってる状況だと思うんですよ。え、え生産数増えるかもしれない。え、どうしようどうしようっていうような状況だと思うんですよね。ま、だとしたら、これ、どん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 まだ下がっていくんじゃないかなって、元光は思ってるんですけどね。うん、生産数増える可能性があると思ったら。 これは転売園にとってはかなり苦しい状況になってきたんじゃないかなって思いますけどね。だいぶ下がってますからね。もともと1万六千円だったんですよ。それが、えー、もう、あの、3850円の低下に対して7050円とかっていう値段になったりだとか、そこまで追い込まれてきてるんで、これ発売日ギリギリ場でかなり下がり続けるんじゃないのかなと、元々は思うんですけどね。 そうなってくれると嬉しいんでね、皆さんもう転売屋からね、無在庫転売屋たちからね、絶対買わないようにしましょう。まあ、ちなみにここにもね、新品未開封品になります。予約確定後のお客様、ご都合の返品、返金、キャンセルはお断りしておりますって言ってね、もうあのー、予約確定した時点で、あのー、キャンセルとか一切ねえ、お断りしてますからねって言ってるあれには、そもそも7月12日に届けるよとかってね、嘘のこと言ってるわけですよ。絶対届けられないからね。自分は絶対予約 というこののね、えー、状況、あのー、7月には届けられないよっていう話に絶対になるはずなのにお客様都合の返品返金キャンセルはお答えしますとかむちゃくちゃなことを言ってるような状況になるんですよね。 本当ね、ここら辺の人たちっていうのは、マジで知識なく、ただただ,だ、あの、無在庫転売とか、ガンプラのね、転売を、高額転売をしてる人たちなんじゃないのかなって、元光は思いますけどね。はい、まあ、ということでですね、もしかしたらね、バッダイが、転売や対策としてね、発売を延期させたんじゃないかっていうようなお話でした。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。